いよいよリンゴルフフューチャーズトーナメント今季第2戦目が始まります。一組目の スタート前の手続きが始まってます。準備ができましたらいいショットって感じで、はい、お願いします。お願いします。お願いします。松岡花です。千葉県出身です。ベストスコア66です。得意なクラブは7番アイアンです。今日は優勝目指して頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。はい、吉野咲です。埼玉県出身です。ベストスコアは68です。今日の意気込みはショットがいいのでパターで、たくさんバーディー取れる。はい、頑張ってください。勝手にちょっと今日のルールの撮影のプリファードラインをさせてしております。はい、あとはルールの変更とか特にございません。浅見優香です。東京都出身です。ベストスコアは65です。得意クラブはドライバーで今日は優勝を目指して頑張ります。頑張ってください頑張ってください。伊藤環奈と言います。千葉県出身です。ベストスコアは67で得意クラブはパターです。今回はこの大会でまだちょっといい成績を残せたことがないので、今日はいいスコアで回って頑張れるよう努力します。頑張ってください。はい、堀本遥です。得意クラブはパターです。ベストスコア65です。今日は楽しくプレーして頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。森本遥選手1ホール目ティーショットです。ナイスショット。お願いします。森本選手ど真ん中ナイスショットです。吹き流しを越えています。伊藤環奈選手1ホール目ティーショットです。すいません、お願いします。お願いします。ナイスショット。真ん中吹き流しに向かって飛んでいってます。浅見優香選手お願いします。第1打1番ホールティーショットです。ナイスショット、ちょっと真ん中より左吹き流しに向かって飛んでいってます。3人ともナイスショットでした。伊藤選手第2打目セカンド132ヤードでした。ちょっと左日陰気味になってしまいました。左バンカーには行きません。浅見優香選手セカンド残り約120ヤードです。ドローがかかってますがショットショートになってしまいました。森本選手残り約110ヤード。綺麗にピンに向かって飛んでいます。ナイスショー、バーディーチャンスです。伊藤選手ちょっと左に引っ掛け気味でグリーンを外してしまいました。残り約15ヤード。ちょっとショートしてしまいました。さあ浅見選手約10ヤード。ちょっとショートでした。でもナイスアプローチです。森本遥選手見事バーディーチャンスにつけています。ナイスバーディー。見事フックラインを読み切ってナイスバーディーでした。
さあ伊藤環奈選手、スライスラインだと思いますが、読み切ることができるか。森本選手の逆側なので、ハイフライも分かっていると思いますが、ちょっと弱かったボギースタートとなってしまいました。浅見優香選手、ナイスパー。2番ホール打ち下ろしの左ドッグレッグです。狙い目は吹き流しの左、約5ヤードから10ヤードぐらいがベストポジとなります。2番ホールティーショット、森本遥選手、見事に1番ホールバーディーでした。ちょっと右に出てしまいました、心配です。かなり右、カート道より右に出てると思います。浅見優香選手ティーショットです。ナイスショー、吹き流し正面にまっすぐ飛んできました。伊藤環奈選手、残念なスタート、ボギースタートになってしまいましたが、このホールで取り返したいところです。ちょっと左に引っ掛け気味です。さあ伊藤選手、自宅左ちょっと引っ掛け気味でした。最初左の池は OB 扱いなので暫定となりました。森本選手、右に外して非常に難しいライ、ウッドを持ってます。5番ウッドでしょうか。左足下がりの190ヤード、どんなショットが出るでしょう。池を越えて坂道を上がってきました。残り約130ヤード。浅見選手、第2打です。ちょっと右に出てしまいました。バンカー方面です。お、バンカーを越えて左に跳ねて右にギリギリ乗っています。伊藤選手を左に引っ掛けてしまいましたが、ショートカットで残りは100ヤードを切っています。約100ヤードぐらいでしょうか。お、ピンに向かって、ピンの右に向かって飛んでいます。第3、森本選手第3打目になります。ショートか、森本選手残り約20ヤード、ここは絶対に寄せたいところです。ナイスアプローチ、OK、圏内に寄せました。浅見優香選手、バーディーパットです。これ下りのフックラインですが、かなり曲がるラインです。速いと思います。
しいカップを舐めました。伊藤環奈選手、これも下りのスライスラインです。打つ強さは距離の 25% だと思います。ナイスパーでした。失礼します。お願いします。ナイスパー。浅見選手パーパットです。ナイスパー。3番ホールパー3やってきました。今日は151ヤード、上りは 1% となっています。浅見優香選手ティーショットです。ドロー系のボールでちょっと右に出てますが、伊藤環奈選手ティーショットです。浅見選手のボールはアンカーを越えているので乗っているか、アンカーとグリーンの間かのラフかという感じです。ピンに向かってまっすぐ飛んでます。距離はよいしょ。本遥香選手これも若干ドローボールでピンの右方面に飛んでいます。乗りました。よいしょ。3人とも見事にワンオンしています。約12メートル、フラットなフックラインです。ナイスバーディー。12メートルフックライン読み切ってナイスバーディーでした。伊藤環奈選手、これは少々下りになるのか。これもフックラインです。ナイスバーディー。連続バーディーでした。ナイスバーディー。見事春田選手、これも伊藤選手のと同じようなライン、同じような距離です。曲がり具合は伊藤選手のラインで分かっています。続くことができるか。ああ、ちょっとショートでした。ナイスパー。